口ご飯が増えて料理の機会も増えましたよね。そこで今夜は気になる調理器具のお話。その店の売り場は大盛況。お客さんが品定めしていたのはフライパンだ。フライパンに関してはやっぱり安かろう悪かろうじゃないですけど、安いやつがすぐ焦げついちゃったりして持たないんですよね。使ってると焦げついたりしちゃうので、それがやっぱりストレスなんですよね。なんでどうしても焦げつかないものを探して歩いてるんですけど。焦げつくのが嫌という人たちがたどり着くこの店の正体は、取っ手の取れるでおなじみのティファールだ。このフライパンを支持する人たちは口を揃える。こびりつきにくい、洗っても今2年弱使ってるんですけど、油もほんと少量でいけるんで、こびりつきが全然違うので、あと長持ちすごいするので。そう、焦げつかずに使える期間がティファールは長いのだ。その耐久性は調理器具を酷使するプロも認める。作り置きレシピで人気の料理研究家瀬戸口しおりさんもフル活用。今までは使ってなかったけど、使い始めたらまた使おうって思う。特にその良さを感じるのが肉料理。2年間ハードに使っているが、未だ焦げつかずこんな焼き上がりに。普通だったらもうちょっとこうくっついてきてるとかって感じなんですけど、そういうのがないのですぐこう剥がせるっていうんですかね。ティファールには嬉しい秘密がある。焦げつきにくさがますます進化。このフライパンが焦げつきにくいのは、表面をフッ素樹脂加工しているから。もともとティファールが生み出した技術だ。最高級モデルではその技術も驚きの進化を遂げている。アルミのフライパンのフッ素樹脂加工のコーティングは5つの層になっているが、そのうちの1つにクリスタル素材を配合。これまで以上に強度をアップさせた。結果、焦げつかずに使える期間は1世代前の商品の2倍、10年前の2世代前なら20倍に伸びたのだ。スーパーとかで売ってる焦げつかないようなやつでも、どのぐらい持つだろうねってやってたんですけど、やっぱ半年ぐらいでやっぱ安いのを使い回した方がコストパフォーマンスいいのかなと思ったんですけど、やっぱりティファールさんのいいの買った方が長く持つな。こんな調子でティファールの愛用者はじわりと増え、取っ手の取れるシリーズだけでも日本で5700万枚を売り上げた。ティファールの秘密その2、フライパンだけじゃない豊富な品揃え。ティファールといえば鍋やフライパンが一緒になったこんなセット売りが定番だが、実は他にもいっぱい。そのアイテム数は270に上り、中にはあまり見かけないものも。例えばこちらは型にアルミを流して作った鋳物の鍋。ご飯を炊けば鋳物ならではの蓄熱力でかまど炊きのようなふっくらとした仕上がりに。フライパンの変わり種もある。この平べったいタイプは、そう、クレープ用。深さはわずか2センチなので繰り返すのが超簡単。クレープの他にも錦糸卵やお好み焼き作りにもってこいの新兵器だ。さまざまな調理器具を世に出してきたティファールだが、さらにキッチン周りで生み出した大ヒット商品がある。それはママ、7時だよ。今や日本の半分以上の家庭で使われるようになった電気ケトル。あっ、お湯を必要な分だけすぐに沸かせる便利さが受けて普及。ティファールはそのトップシェアを誇り、日本だけで累計2700万台を売り上げたのだ。さらに今、同じキッチン家電で絶好調なのがこちら、電気圧力鍋のクックフォーミー。どうしても仕事から帰ってきて時間がないので、急いでちょっとお料理したいなっていう時に欲しいなって使い方は食材や調味料を入れてスイッチを押すだけ。それで本来何時間もかかる煮込み料理などが数十分でできてしまう。しかも火と違って電気だからほっといても消し忘れがないのが本当に怖いですね。私もちょっとと思って他のことやっちゃうんですけど、そうするとなんかやばいなあ、つけっぱなしみたいな。そう、あとはお任せのほったらかしマシーンとして大人気なのだ。アイロンやミキサーなども販売。どれもライバルとはちょっと違う家電ばかりで、最近の業績は絶好調。ちなみにティファールの親会社はフランスに本社を置くグループセブという企業。世界150カ国以上に展開し、調理器具の売り上げは世界1位。家電にも力を入れながら年商8700億円を叩き出すグローバル企業だ。その日本法人がグループセブジャパン。この日、本社の一室で開かれる商談に立ち会うことができた。おはようございます。おはようございます。Good morning. Good morning.It's been a long time. Welcome back. Hey, it's a long time. How you doing? Very good to see you. Doing well. How are you? Very well. All right. Every day well. エネルギッシュな取引相手はあのコストコジャパンのケンテリオ社長。コストコではティファールは主力商品の一つ。そのため年に2回トップ直々に商談にやってきている。圧力鍋の最新の商品ラインナップを見て回るケン社長。まず食いついたのが、日本でトースターは売れてる？この春に発売となった冷凍したパンが美味しく焼けるトースター。そのトースターとコーヒーメーカー、ケトルは同じシリーズです。トースターは4月発売で売れてますよ。すると、トースターとケトルやフライパンをセットにして売ったらいいんじゃない？さらに付け加えた条件が、この値段でどうですか？思わず苦笑いするしかない安い価格を希望。いきなりかましてきた。お互い譲らず落としどころを探る交渉が続く。そして検討しましょう。同じ色やブランドで揃えたい人もいますからね。このセットきっと当たるよ。コストコの社長と渡り合うこの男こそティファールの日本のトップグループセブジャパン社長アンディことアンドリュー・ブバラ。コストコとの商談は毎回シビアなものになるというが、ケン社長はアンディに一目置いているという。彼は決してすぐにノーとは言いません。お互いを理解して何ができるか考えてくれます。交渉は時に激しくなることもありますが、最終的にはウィンウィンの結論を導き出してくれる男です。沖縄のパイナップルケーキありがとうございます。実はこのアンディこそ日本のティファールを躍進させた立役者なのだ。その様子を見てみると、例えば会議用のメモではこう日本が入ったり、ちゃんぽんですね。ちゃんぽんなんて言葉がすっと出る。一体どうすればこんな筋金入り日本通の外国人経営者が出来上がるのか。アンディはアメリカのインディアナ州出身。名門イェール大学時代、なんとなく日本語を学んだのがきっかけとなり、卒業後は日本で働きたいと電機メーカーのソニーに入社した。その後は Google ジャパンなどを渡り歩き、2015年ヘッドハンティングを受けて日本でティファールを販売するグループセブジャパンの社長に就任したのだ。しかし当時の日本のティファールは問題が山積みだった。売上の方は1年前に、その当時の1年前に比べるとは2割ぐらいは落ちていました。それがまず販売会社としては非常に危機っていう状況でした。人口が減っていく中、柱となるフライパンやケトルの販売数は伸び悩み、新たなヒットを狙って投入した家電もどれもパッとしない。業績はじわじわと低迷し、先の見えない状況だったのだ。いわゆるヨーロッパとかで販売されたものがそのまんま日本に来るみたいな印象があったので、そうするとなかなか日本の市場には合わない。そんなティファールをこの男は V 字回復させてみせる。一体どうやって。この番組はスカイ株式会社とご覧のスポンサーの提供でお送りします。業績が低迷していた日本のティファール。2015年、その立て直しを託され社長に就任したアンディは新たな作戦に打って出る。それこそがメイド・フォー・ジャパン戦略だ。例えばティファールの大ヒット家電電気ケトルの場合なら、コーヒーに入れるとここにコーヒーが跳ねるんです。洗いたいなって思うことあるけど、ここを濡らさない方がいいのかなと思って、いつもこう水拭きというかするんですけど。こんな声に応え、電気が通る底の部分まであらゆる商品を開発、日本向けに売り出したのだ。さらにこの秋には急須の役割も果たす新発想のケトルを発売。中には茶こしがついていて、そのままお茶が入れられる。流行りのフルーツティーも楽しめる。この商品も綺麗好きな日本人のためにわざわざ茶こしの底を外せるようにし、洗いやすくした。一方、こちらのハンドブレンダーでは特別なアタッチメントを日本向けに開発。何に使うかお分かりですか？この小さいのを使えば1食分から離乳食が作れるんです。子育て世代が離乳食作りで苦労しているという声を聞き、少しの量でも細かくできるアタッチメントを作ると反響を呼んだのだ。さらにアンディは商品だけでなく売り方も変えた。以前は量販店などに卸すのがメインだったが、ショッピングモールなどに直営店を一気に出店。就任6年で25店舗をオープンさせた。またオンラインショップも開設。販売方法を大きく広げたのだ。こんな戦略がはまり、売り上げは V 字回復。今年は300億円を突破する見通しだ。日本の事情はどうだ、日本の消費者はどうだ、そういうやっぱり国によって全然違いますね。国の現実に合わせるようなものできるのであれば、そっちの方はチャンスあると思います。今夜はこんなのが欲しかった。生活の当たり前をひっくり返して新たな市場を作るティファールの戦略に迫る。さあ、こちらに電気圧力鍋クックフォーミーでただいま大根と豚肉のオイスター煮を調理中です。忙しい主婦の方はやっぱ嬉しいですよね。いや、時短は非常にニーズは高いんですね。いや、共働きの方多いですからね。はい、あとどれくらいかな。おお、来た。あ、香り。蒸気から香り。来ないんだ。あ、そうです。アクリル板でそっちにはこれは白米が進む匂いですよ。では、ほったらかし家電の実力を見てみたいと思います。いきますよ。おお、グツグツになんかしっかり味染み込んでそうな予感がしますけれども。それではリュウさん、いただいてみましょう。はい、どうぞ。いただきます。はい。すごく本格的。うまい。あ、お箸で全然切れるし。いただきます。おいしい。味が強く染み込んでる。そもそも圧力鍋も時短調理器具ですが、電気にするとどこがいいんですかね。そうですね。まあ一番大きな違いは火が出てないところですね。はい、圧力調理でまあそれもやっぱり早くできるんですけれども、まあずっと火がついてるとはまあずっとその前で見たりしているところは多いんですけれども、電気にするとやってる間には他のものを作ったり。うん、洗い物したり、はい、子供と遊んだりとか、はい、いろんなものできますので、だからそういう意味ではダブル時短ができます。でもやっぱり時短とかね、簡単っていうことが先にきますけど、美味しいっていうのを分かっていただきたい。それがやっぱり一番大事。美味しくなければ時短は意味ないんですよね。うん、はい。で、日本に留学した後、ソニーに入社しますよね。はい。その時の経験でですね。何を学んだんですか。まずやっぱ付加価値があるところが一番大事ですね。もしも自分が市場にすでにあるものをもうちょっと安くできるんだったら、売り上げにはなれるんですけれども、中期的に長期的に維持できるかっていうのは、まあちょっとハテナのところなんですけれども、でもその付加価値を作って差別化があって、他のメーカー他の誰も作って前のものを出せば、それが長く売れると思います。私もまあ若い頃にソニーで働いていったところではものすごい実感しましたし、いろんな学習があったと思います。アンディさんが日本法人の社長となったのが2015年で、6年の間で売上がおよそ200億円から300億円と 1.5 倍になりましたが、最大の理由はどんなことだと思われますか？そうですね、日本市場で、人口減とかいろいろやっぱり小さくなる要因はいっぱいある中では、どうやって成功できるかっていうのは簡単に言うと2つです。新しいもの売るなのか、既存のものを新しい売り方を見つける、その2つだけです。同じものを同じ売り方で続くとはどんどん小さくなるっていうところはあるんですので、だから新しいカテゴリーの導入、既存のカテゴリーのもう再活性化というところが非常に秘密の鍵でした。2つってシンプルですね。はい、新しい商品か。大体ビジネスってシンプルっていうところはあるんです、意外と。いや、シンプルだ。千葉県内の家電量販店にアンディの姿が。こうした売り場周りを常に行っているという。現場の方に見に行ってて、これは売れるかもしれないとき、やっぱりそのアイデアを常にやっぱり取らないと将来がなくなるんですので。この日アンディが足を止め、真剣な表情になったのはミキサー売り場。手にしたのはアメリカのヒット商品。温かいスープも作ることができる話題のミキサーだ。バイタミックスというのはアメリカの会社なんで大きいんですけれども、かなり重いんですが、やっぱりそのいろんな料理調理ができるというのはやっぱりこれちょっと気になるところですね。続いては日本のメーカーのミキサー売り場へ。じーっと覗き込んでいたのは、不快な音が減ったと書かれたポップ。この言葉が気になったようで、アンディはスマホを取り出し、その場で何やら検索。すると実際のミキサーの音が流れ始めた。一番でかく想起してるのはやっぱ音のことですね。やっぱ不快っていうのもやっぱり結構日本では音気になる、嫌っていうところにはそれほどありますので、だからこれをキーコンセプトとしてはやっぱりその静かっていうところではさすが日本メーカーですね。こんなやり方でアンディは日本特有のニーズを探り、ヒット商品を生み出してきたのだ。しかしそれもアンディが来てからのこと。以前は状況がまるで違ったという。かつての企業体質、そして失敗を象徴する商品がある。アンディが来る1年前に売り出したアクティフライという調理家電。高温の熱風を使い、油を 99% カットできるフライヤーだ。例えば小さじ1杯分の油とじゃがいもや水、塩を入れるだけで揚げたてのフライドポテトが出来上がる。すごい画期的な、調理家電という、本当にヒーロー商品になるはずだったんですけれども、結果としてはもう大失敗になりました。一体何をやらかしてしまったのか。それは12年前のこと。フランスの本部から日本法人にこのフライヤーの販売提案が入った。ヨーロッパではすごい人気だから日本でも売れると思います。やりますよね。しかし日本サイドの答えは、この大きさだと日本では売れないですよ。もっと小さくしてくれないと日本では扱えません。当時フランス本部で日本エリアを担当していたフレデリックが明かしてくれた。あの頃の日本の家電チームは新商品の販売にとても慎重でした。日本には大きすぎるとか小さくしなければ売れないとか話がちっとも進まないんです。フランス本部のメンバーはいつも苛立っていました。かつての日本のティファールの企業体質、そして失敗を象徴するフライヤー。高温の熱風を使い少量の油で揚げ物を作ることができる画期的な商品だったが、日本サイドはサイズが大きすぎると主張。フランス本部と何度も議論を交わし、日本での販売開始が遅れた。すると2013年ヨーロッパでは後発だったフィリップスが似たような商品を日本で売り出し大ヒット。その後ティファールも慌てて追いかけたがほとんど売れず、大量の在庫を抱える羽目になったのだ。全く小売りの方に売れてなくて、テレビ CM 出してても全く反応がなくて、結果としては過去にないような見事な失敗でした。勝負をせず勝機を逃す体質を変えようとアンディは意識的に動く。そこで始めたのが、売れるか売れないか迷う暇があったらまず市場に出してみること。そのやり方で最初に成功したのが電気圧力鍋のクックフォーミー。これも日本には大きすぎると社内で反対の声が上がったが、美味しいものを早く作れるというような家電があればそれはいけるんだなと。アンディは社長判断で全国販売に踏み切る。するとこれまでにない調理家電と消費者が飛びつき大ヒットを記録した。さらにサイズが大きめの衣類スチーマー。これも当初スタッフは販売に消極的だったが、ライバルの2倍近い蒸気の量に差別化された商品力を確信。販売すると年末商戦でヒットしたのだ。すごいすぐ伸びましたね。一瞬でいいっすね。これだったらちょっと一発でできるんですごい楽だな。こうした成功体験が日本のスタッフの意識、そして企業体質を変えていく。さらにヒットが続き日本の業績が伸びていくと、うまくいっていなかったフランス本部との関係も変わる。あ、日本は良くなりましたね、協力的になりましたねというようなコメントは数多くの人からいただきまして、そしてフランス本部は日本向けの商品開発にも取り組んでくれるように。まず市場に聞いてみる。その挑戦する姿勢が成功を招き、グローバル企業の中での立ち位置まで変えたのだ。量販店など自ら回る市場調査ですが、アンディさんは主に何を探りたくてお店回られてるんでしょうか。まあ自分の商品はちゃんと出てるかっていうのはまず一つなんですけれども、あと他社はどういうふうに出してるか、どういうふうに訴求してるか、社会のニーズをつかむにはやっぱりメーカーさんがどういう商品を出してるか、そういうふうに間接的に分かるところもあると思いますし、家電量販店を見てもあるのは、まあ一番適切だと思います。やはり日本の住宅事情を考えると、まあコンパクトなものが受けるんですか。大体受けるんですけれども、そういう考え方ばっかりになるとは、それが一番危ないです。だからコンパクトっていうのはただ一つの面だけなんですので、じゃあこれちょっと大きいんですけれども、代わりに何ができるか、これはまあ時短になるなのか、美味しいものを作れるなのか、サイズだけにこだわるだけではちょっとチャンスミスあると思います。どんな視点で新しいニーズを見つけ出すんですか。日本は確かに独特な市場です。でも独特だといえ、これが合わない、これいけないとか、これを買えないとか、そういうようなところは必ず言う必要はないですね。実際に市場に出して、消費者お客様がどう反応するかを見るのが一番の勉強です。何よりも学ぶところはそこにあります。ドン・キホーテもよく行かれるそうですね、はい、どういうところお好きなんですか。まあ、ドン・キホーテは何でもあるやですよね。キッチンコーナーとか家電コーナーに行きますとは、はい、そのメインブランドじゃなくてちょっと変わり物とか、聞いたことないブランドで時々面白いものもありますので、だからそのインスピレーションのためにはドンキは非常にいいところです。ドン・キホーテが好きな社長と珍しいね。いや、ドン・キホーテ行くのは楽しいですよ。で、楽しいと思う人は多いんで、でそこに行って楽しいと思っていたら、まあそれがもう勝ちの戦略ですね、小売りとして。でやっぱり消費者目線から見るとは、私は効率的なところで買い物したいっていうのは誰も思ってなくて、楽しいところでは買い物したいです。はいはい、だから同じように商品はまあ効率的に、もう低価格っていうよりもいい商品が欲しい、使って楽しかった、これいいねっていうようなその体験作れるのであれば、それは勝ちです。切れ者アンディが新分野でのヒットを狙い、すでに動き出していた。今度狙ったのは味がいい。冷蔵庫の中に必ずあるこれ、漬物などに欠かせない保存容器、ティファールが作るとこうなる。差別化したのはこの密閉度。大丈夫です。一滴でも出ないんですよ。なんと30年のメーカー保証付き。使いやすさも売りで、蓋のパッキン部分を一体構造にした。よくある取り外せるパッキンは溝の部分に汚れがたまりやすい。でもこれは溝がないから手早くきれいに洗える。さらに人気のフライパンにも気になる新商品が。いいと思います。私もすごい不思議です。多くの女性たちが密かに望んでいたことを実現。ポイントは注ぎ口にあり。日本の消費者のニーズをすくい上げ、商品化してきたティファール。フライパンでも日本オリジナルの新たな商品がお目見えしていた。これは焼き物もできますし、煮物とか汁物もこれ一つでできてしまいますので、普通に焼いたり炒めたりができ、さらに汁気の多い料理の時は鍋になる一台二役のフライパンだ。日本人のニーズを反映したのが左右についている注ぎ口。よく見ると幅がこんなに違う。で、汁気の多い料理は幅の広い注ぎ口から。これならこぼさずに皿に移せる。ソースなどは反対側の幅の狭い注ぎ口から。ほら、ヘリに垂らしたりせずに注げる。和洋中いろんな料理を作るきれい好きな日本人狙い。これまたストライクかな。いける。収録を終えて村上龍はこんなことを考えた。アンディ氏は単純なことを言った。市場が縮小している時は新しい製品を出すか、既存の製品の新しい売り方を考えなくてはならない。全くその通りだ。これほどシンプルなことが他から聞こえてこないのはどうしてだろう。アンディ氏はダイレクトでもある。電気ケトル。日本の客は清潔さを保ちたい。だったら丸洗いできる新製品を作ろうと自然な流れを作る。製品との距離が近い気がする。モチベーションを見つけるのが早い。独特の感覚だ。